はようございます、さとこちゃん。監督、なぜここにいらっしゃいますの？嫌だな、お忘れですか？今日は月に一度の健康相談の日じゃありませんか。いけませんね。この間プレゼントしたメイドさんのカチューシャはどうしちゃったんですか？校則違反はお仕置きしちゃいますよ。そんな校則聞いたことありませんわ。いえ先生、学校でそういう言動は控えていただけますか？すみません、冗談のつもりだったんですが。と言いつつ本気なんですが。入江、実はちょっと相談があるのです。はい。